投球は3球目投げました。一つ外してボール。第4球を投げました。打ちました。左中間へのフライですが、掴んでこれで3アウトになります。ファイターズクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。序盤終了しまして2対0です。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは5号。初球打ち抜いていった。5号ナイスバッティングです。バッターは4番浅村。通算1000打点まであと5としています。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。今回からスイッチ版の実況パワフルプロ野球2022ですね、やっていこうと思います。操作は全く下手くそなので、監督とし、プロ野球の監督としての観戦モードと、栄冠ナインの2本立てを中心にやっていきたいと思います。まずは栄冠ナインをやっていこうと思います。果たしてどうなりますか。ひとまず、ちょっと準備があるので少しお待ち、しばらくお待ちください。4回の裏ファイターズ攻撃に入ります。この回のトップは打ちました。初球打ち一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番マルティネス。これが2度目のバッターボックス。さあ次の投球、直球ストライク、早くも追い込まれています。追い込んでから投げました。外を際どいボール。第4球を投げました。高めボール球打った、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番加藤。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球投げました。インハイの直球はボール。投げました。外角高め際どい球ボール。第4球を投げました。直球ストライク低め。次は5球目投げた、打ちました。1、2塁間抜けた。加藤いいバッティングを見せました。バッターは9番上川畑。今日2度目のバッターボックス。第2球ランナースタートを切った、打ちました。ヒットエンドラン。1、2塁間へベースカバーに入る。滝中取ってアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー加藤残塁に終わりました。4回までが終了しまして2対0。5回の表イーグルス攻撃に入ります。先頭バッターはフランコ、決まってストライク。バットが空を切りました。第2球決まったストライク。ファイターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球は3球目投げた、1球外したボール。投球これから4球目ボール。投球これから5球目、打った、引っ張った、これは左に切れていきます。マシンで捉えた、ピッチャー返し抜けた。フランコナイスバッティングです。今シーズン最初のヒットとなりました。第9球インコースボール。第2球投げた、引っ張った、これは右へ切れていきます。外角低めいっぱいストライク。第4球を投げた、見送ってボール。投げた、打った、フラフラッと上がった。上原落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球ボール、まずは高め。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球打ちました、加藤掴んだ、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
今日2回目の併殺でこの回を終えました。5回の表が終わって2対0です。ファイターズ、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターはアンドリュー。インコースへ変化球、ボール。第2球、ボール。投球はこれから3球目。空振り、タイミング合いません。第4球を投げました。空振り、少し意識しすぎたか。追い込んで投げました。空振り三振、バットアウト。バッターは2番松本。今日はサードフライとサードゴロ。初球決まってストライク。さあ次の投球、打った。右中間へのフライですが、辰巳余裕があります。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番清宮。今日3打席目。第1球、低め、ボール。第2球、投げました。ストライク。第3球は打った。第4球を投げました。打ちました。セカンド右、小深田、ボールを掴んだ。一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。ファイターズ三者凡退に倒れました。前半が終わりまして2対0です。上原降板、右の玉井、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第1球、見送ってストライク。第2球、投げた、打った。打球はセカンドの右、加藤取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順をトップに帰って辰巳、今日はファーストゴロと三振。投げた、高めギリギリいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球、打ちました。バックネットの前でボールをつかみました。バッターは2番小深田。これが3度目のバッターボックス。1球目ストレート空振り、147キロストレート。さあ次の投球、投げた、ボール。投げた、外角、ボール。投げた、アウトコース低め、ストライク。追い込んでから第5球、投げました、打ちました。さあ6球目、投げました、おっと、デッドボール。これはデッドボール。ランナー走った、ストライクになった。キャッチャーに盗塁を許します。小深田、今シーズン3個目の盗塁を決めています。初球ストライクから第2球、2球目空振り。セカンド牽制球です。2塁タッチセーフ。投げました、打った。もう1回セカンドへ牽制球。第4球を投げました、打ちました。ファールボール。投げました、ボール。セカンド牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。投げた、三振。リプレイをご覧ください。6回の表が終わって2対0、ファイターズ依然2点リードしています。滝中降板、右の内、今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。6回の裏、ファイターズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは万波。今日はセンターへの犠牲フライとショートライナー。投球これから2球目、打ちました、ファール。第3球を投げた、1球外してボール。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、ボール。アウトコース高め。第6球を投げた、流し打ち、ファール。第7球を投げた、打った、投げました、146キロ直球、空振り三振。
バッターは DH のレイス。投げました。インロー際どい球、ボール。投球これから2球目。空振り、タイミング合いません。第3球は打ちました。これは内野フライ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番野村、今日3打席目。投げました、ストライク。投球これから2球目。打ちました、ファールボール。追い込んで投げました、ボール。内角低め。次が4球目。投げました、ボール。第5球投げた、打ちました。ショートバウンド取った。浅村軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。ファイターズ三者凡退に打ち取られました。6回の裏が終わりまして2対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは浅村、通算1000打点まであと5としています。今日はセカンドゴロとセカンドへの併殺だ。第2球ストライク。第3球を投げた、カーブは空振り。次は4球目、投げた、ボール。投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第6球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第9球投げました、ストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから投げました、打った、ファール。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。投球これから4球目。見逃し三振、ギリギリのところに決まった。先ほどのプレーです。バッターは6番フラン、これが3度目のバッターボックス。初球空振り。第2球投げました、ボール。ファイターズここは引っ張りに警戒します。第3球を投げました、高速シュート決まってストライク。追い込んでいます。追い込んでから投げた、高め際どい、ボール。次は5球目投げた、アウトロー、外れてボール。さあ6球目打ちました、ボテボテのセカンドゴロ。一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。玉井三者凡退、無得点に抑えています。7回の表が終わって2対0です。7回の裏、ファイターズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターはマルティネス。投球これから2球目、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し。マルティネス、いいバッティングを見せました。バッターは8番加藤、今日3打席目。投げた、あーっとショーフライになった。ボールを取る、一塁送球アウト、スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。投球これから2球目、高速スライダー、ボール。第3球を投げました、打ちました、センター落下点、センターフライ、飛距離取りました。3塁はこれで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球投げました、初球を打ちました、右中間へ持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。ファイターズセカンドランナー残塁。7回までが終了しまして2対0です。玉井降板、ベテラン宮西、今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。8回の表、2点を追いかけます。イーグルス攻撃に入ります。先頭バッターは岡島、今日は三振とピッチャーフライ。第2球投げました、サークルチェンジはボール。
第3球を投げました。3球目空振り。さあ4球目打った、流し打ち、破った、岡島一気に二塁へ、ランナー二塁でストップ、岡島ツーベースヒット。バッターは8番安田、今日はレフトフライとセカンドへの併殺打。初球空振りから第2球、スラーブはボール。第3球は打った、ファール、追い込んで第4球を内角際どい球、ボール。投げました、打ちました、三遊間の打球破った、レフトバックホーム、安田ナイスバッティングです。ファイターズなおもピンチが続きます。外れた、ボール。第2球投げた、ストレート、少し意識しすぎたか。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、打ちました、三塁ランナーホームに突っ込む、イーグルス1点返しました。ファイターズなおもピンチが続きます。イーグルス代走を送ります、俊足の山崎、二塁に入りました。バッターはトップに帰って辰巳、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げた、ボール。第3球はボール。投げた、膝元外れてフォアボール、宮西ストレートのフォアボールを与えます。さあここが試合の分岐点となりそうです。第9ターニングポイント、初球を打った、あっとインフィールドフライになりました。もったいない、これで2アウト、ランナーは1塁。もったいない、初球から打ってったセンターへ上がった、取りました、これで3アウト。もったいないな、宮西が頑張ったってことか。内交番ルーキーの渡辺、今日3人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球投げました、初球外れても、さあ次の投球2球目空振り。第3球を投げました、アウトコース高め空振り、追い込んでから投げました、打ちました、抜けた、松本いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。ファイターズ代走投入です。磯畑一塁に入りました。バッターは3番清宮、今日はここまで3打数1安打。第9投げました、初球送りバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、一塁アウト、これはアウトです。第9投げた、ボール。さてロースコアの戦いになってますね。投げた、空振り、パームに全くタイミング合いません。第3球を投げた、高速スライダー、ボール高め。第4球を投げた、空振り、ワンアウト二塁。野球は8回が勝負。渡辺翔大丈夫か。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。もう一回ここで二塁へ牽制球を送ります。第6球を投げました、外のボール引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウトカウント2つ1つ増えますね。ランナーは二塁変わりません。投げました、決まった、ストライク、広角打法。第2球投げました、低め際どい、ボール。またも牽制か。本当はね、ベストプレープロ野球みたいに12チームで触らずに、あのね、ペナントやってほしかった、やる機能が欲しかったな。8回の裏が終わりまして2対1です。それがないっていうことで残念ながら、1チーム自分が監督とか
フロントになってプレーするしかないですね。まあもしくは選手になっていじるか。まあできないことはしゃあないんで。さあ次の投球、高速スライダーボール。第3球を投げた、ストライク。第4球は打った。第5球投げた、打った。フラフラッと上がった。セカンドが落下点に入りました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者島内。通算100号本塁打まであと3本としています。今は9回表か。これを抑えればファイターズの勝ちだな。さあ次の投球、真ん中ストライク。ワンアウト、ランナーなし。追い込んで投げた、フォーク、空振り三振。追い込んだな。残り1人、そこでフランコ長打力あるからな。プルバッター。第2球決まってストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げた、インコース高め、外れてボール。投げました、決まったストライク。さあいよいよあと1球。第5球投げました、打ちました。フラフラかけた、終わったかな。落下点に入った、掴みました。ゲームセット、ファイターズ1点差で逃げ切りました。今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対1ファイターズ僅差で勝利しています。勝利投手は上原、敗戦投手は竹中、そして西武は田中。ファイターズ今日はなんとか逃げ切ることができました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前英夫で札幌ドームからお伝えしました。さて、新章移動日か。年俸評価とかできるのいいですね。ファイターズになってますが、基本的にはこのシリーズは楽天でやっていきたいと思います。では、ここから栄冠ナインをやっていこうと思います。開けよう。全然何も分かりません。人生初パワープ、初じゃないか。一応実況パワフルプロ野球で、あの試合だけの頃、スーパーファミコンの頃かな、は試合をやったことはある。なんか監督か。二次三次甲子園とかで有名ですね。いかないんで進行アイコンで。カードゲーム要素もある。まあ、聞き長にやりましょう。監督はドラフト
指名されると卒業の時オリジナル選手として登録できる。評判も上げていかなきゃいけません。これ全く、つまり甲子園が始まる話なのか、オンライン大会みたいなのもやってるみたいですね。オンラインでできるんかな、やって育成できるってことかな。あ、なるほどね。環境あり、 3D メール、転生選手登場あり、自動交代あり。この辺は変えんでおこう。面白いな。じゃあ2020年から始めていくか。で、近畿地区、大阪府。なんで福山なんだろう。漢字あらかじめ選ぶシステムなんですね。キーボードからじゃなくて。あ、この辺コンシューマーだなと思ってしまう。こういうことだな。ここで漢字を選択できるわけですね。名前を選択。登録名ってこれ監督の名前だよな。いいでしょう。高得名は入力できるのか。
え、何これ、P ってなんで頭文字、頭文字が P なんだ。ユニフォーム、パワフルの P か。書体なんてあるんだ。あ、面白い。これでいきましょう。マークの色。薄い字も選べるわけだな。作成できるんだ。縁色を選べるのか。こんな感じで。まあでもここはあの薄い灰色にしときましょう。ヘルメット、いや、ヘルメットもなんで K が選べない。ヘルメットの色はこのままにしときましょう。艶はよし。血の色ってあるんだ。これでいいや。ボディ、いろんなとこから選べますね。なんだこれ。上半身は普通に塩でいいや。ベルト、あ、これがベルトなんや。スパイクはまあ白だな。
灰色みたいな感じでいきますか。目マーク？感じはダメなのか、これ。ちょっとこれはもっと。あ、こっちもダメか。エイジでしかダメなんだな。肩腹痛いわ。こんな感じかな。表示？ああ、表示はあるかないかか。キャッチャーボール。わからん。特にこれままでいいと思う。これは基準品を使うから。監督の用紙。用紙だよ。よし、もうちょっと近づけておこう。形？あ、たくさん選べるな、これは。やばいな。あ、なんかオプションで選べるようになるってことかな。体型、装飾品、フレームの色、あ、これでレンズの色は、うわー、なんか怪しそう。これで終わりだね。選択できんだ。こういうとかデフォルトで選んだりもできるんだな。チアリーダーってなんだ。
まあ、とりあえず、うん、B タイプ好きかな。お米設定ってまあこれでいいや。あ、旗デザインだ。6種類からしか選べないんですね。これにしましょう。効果設定？こんなん。I love, we love, ナンバーワン。どれを取っても世界一。オンリーワンよりナンバーワン。でも、お金で買えないものって世の中結構ある。名水ここにあり。ルールルルっていざとなったら弾を出せ。すごいな。これいこう。 UI ですよ。 UI 制服あるんだ。変更しましょう。4種類だけかな。ブレザーで。チーム片間王子ってだって、いやいやいや、 K でしょ。オッケー。お、新入部員リストっていうのがある。誰だろう。速度はやっぱり、まあピッチャーは2人似たようなもんだな。でもどうかな。鈴木の方が期待できそう。あ、アンダースローなんだこれ。面白いな。アンダースロースリークォーター、まあ本格派だなこっちの方が。でキャッチャーごく普通。容姿設定ができんだ。例えば松尾のなんか憎い。キャッチャーらしくない。やりすぎだわ。やばいなこれ。まあ一番でかいのにしとこう。装飾品って結局メガネしかないんかな。怪しいな。あー、よくあるよねこれ。これなんだ。スカウターかよ。あとね、地球の末は任せちゃいましょう。
キャッチャーのスリークォーターの方もお任せしましょう。いや、この辺にしといて、栄冠ナインを始めましょう。桜舞う春4月、一人の男がある高校の野球部監督に就任したってなってますね。そういえばこれは2022ですが、夏には2024、2025が発売されるらしいですね、新作。果たしてどんな違いが出てくるんでしょうか。注目しましょう。失礼しちゃうわね。困った。あ、ちゃんと大阪府だから不大会になってますね。はい。あ、以前って昔のシリーズか。画面下部に並んでいるアイコンが進行アイコン。これのこと？なんか色がついてますね。緑とか青とか赤とか。ああ、高校の監督としてファイトだよ。さあ、入学式。スカウターの松尾。これは新マネージャーですか。 Y ボタンやジョイコンは使わないけどな。プロコンだけどな。嫌な予感がします。なんか、桃鉄のあれみたいだな。人数ですね。18人今いるってことか。セーブってシステムでやるのか。BGM の設定もできるってわけですね。設定した応援曲、これってダウンロードできるのかな。あれ、あ、オートセーブしてくれるか。多分オートセーブなんでしょうね、これ。この辺は任せる。チーム表針、調子重視かな、左右重視かな。少ない少ない。
まあ1点は争うからやっとこう。しない、ランナーを貯めて、あのランナーを貯めて相手ピッチャーにプレッシャーを与える戦法でいきます。この辺は一回やってるよな。使ってみましょう。あ、なるほどな。まあ松尾にテンションアップ。知名度が上がらないとなんだっけのまま変わらないのか。え、何？これ試合の話か。熱血はなんか良くも悪くもっていう感じですね。まあ、引き続き駒田にしましょう。ちょっと拗ねちゃいますね。じゃあちょっとやつ日程進行ですね。やっぱりまずは走り込みですよ。基本、野球の基本は。進行アイコンの数字？ああ、なるほど。つまり進行アイコンの、数字によって赤マスを回避することができんだ。例えばこれ2をやると赤マスに行っちゃうからなるべく避けて、メンタルトレーニングでやるか。笹川がみんなを盛り上げているようだ。1110工藤、なんだっけ。工藤新一、学力、テンションで、これでとにかく走れ。こうやって赤マスを回避することができるんだ。三河屋さん、いいですね。ちなみにちょっと選手の状況を見てみよう。疲労度とかどこで見れるんだ？わからん。体力だな、疲労度は。まあ今のところ問題がないんで別に。で、スケジュールを再考予定していますって書いてる。なんだ。休ませる必要はないんで、フォームチェック。止まるんじゃねえぞってことで。ルートが変わるんだ。世界線が変わります。
ャント練習。あれ？課された。うわ、いじめだ。素敵なことは ある。休ませれば抜群。じゃあ素敵なことをちょっと練習休ませて。総力もあるんだ。岩波は監督にごまをするためにグラウンドを整理している。いいことだな。あ、土がこれ大事だな。土はおお。ミートバッティング、パワーアップ。生意気に感じたようだって聞こえた。近く？紅白戦っていうのがあるな。なんだろう。あ、チームの中の実行なんだ。いい流れだな。信頼度が少しずつ上がっていこうとしてるのかな。体力はみんな落ちてないからまあ大丈夫だな。体力に気をつけながら日程を進行していきましょう。やっぱり徹底して走り込みですよ。練習効率が上がるってことかな。じゃあ遠投をやります。またテンション上がった。スケジュール見直しがある。ちょっと赤が多いんで見直しも一つお手かもしれません。仮に2つやって2つやったらそうだもんな。そうそうそう、練習確認で体力落ちてる、落ち始めてる選手がいるんでそこを注意しないといけない。変化球を投げ込みましょう。おお、ナイス。小股スケジュール見直しを行ってみよう。これルートが変わるんかな。お、あ、ここにコメントが出るんですね、下に。これも見とかないといけない。頑張れ。身が入ってなかったを叱った。そこそこ傷ついた。月を始め練習指示をしてみてはどうでしょうか。あれか、対抗立志伝でいう鍛錬みたいな感じか。まあでもやっぱり総力はじめ基準を上げ、筋力基準を上げないといけないよね。まずは そう細かいことっていうよりは。座禅とかあるんだ。ひとまず観戦。
お鯉のぼりだ。5月になった。あ、小又の弁当で、体力はみんな回復しています。じゃあどうしよう。ちょっとミートが高い選手、高そうな選手って誰だ？でも高い選手でも D だもんな。例えば藤原って選手が高いから、あ、万能型に鍛え上げますって。でも器用貧乏型にもなりかねないよね。あ、パワーだ。パワーが高い選手が誰かって考えると、山本だから、走力上げてもしゃあないもんな、こういうパワー型の選手が。パワーアップ。あ、弾道ってあるんだ。弾道アップ使ってみるか。はい、主に2年生ですね。まあ、基本ミートアップでいいと思う。総力アップ。わからん。まあ、例えば松尾とかはどうするんだろう。肩かな。まあ、でもキャッチャーってやっぱ補給大事ですからね。補給、コンバートできないのかな。あ、サブポジでコンバートができるんだ。なるほど。まあ、とりあえず補給アップでいいや。松尾は。ああ、でも、二人とも補給だな。まず、キャッチャーは肩より、補給を上げることの方が大事だ。ピッチャーどうしよう。新球種を覚える。風速アップとか。弾道アップってなんだ。あ、野手としても、いいんだ。野手としてもコントロールですね、制球は。あ、全員これにしろっていうのか。とりあえずこれで練習指示してみましょう。お、感染ってそういうことか。何でしょう。緩和指南書。なんだろう。まだな、スクラップブックは。体力やっぱり大事ですね。練習の成果が多い、緑色のパネルに止まれば体力が上がるかもしれない。戦術は、まあ、これはメニューだよな。これか。進行アイコンの数字を、あ、難しいな。使ったら赤に引っかかっちゃうかもしれないし、使いどころだよな。とりあえずスローイングを上げます。ちょっと体力とか見とく必要がある。体力はみんな問題ないですね。座禅とかあるんだ。
メンタルトレーニング。警戒。人間教育だからな、高校野球は。ホームチェック、変化球のホームチェック。いいですね。じゃあさらに 3番進ませましょう。練習効率アップ。スクワット、スタミナアップするんだ。疲れは溜まってないな。ここがアイテムの使いどころですね。なるほど、こういう風に減るんだ。進路相談してみましょう。中身カーの進路について話し合った。疲れが取れた。あ、またお弁当だ。やってくれるな。座禅やってみる？嘘。一つ大人に。大人の階段登る。あ、強化だ。強化って逆なんだろうな、緩和と。そうだよな。赤が近づいた時ちょっとやろう。スローイングも4と5が両方があるんだ。スローイング5を試します。難しいな、学問との共存は。腕立て伏せ、体力を上げたいところ。ナイスです。あんまり赤に行くメリットってないからな。体力を見ながら行動していきます。お、肩が B だ。中見川くんは、いい。そう、あ、熱血感ノリノリだって。じゃあまた体力を鍛えます。スポンジとバケツ、雪かき。励ましましょう。練習をやらせてみよう。これがいいでしょ。お、いい流れになった。で、スローイング4。
で、6月に突入です。あ、練習変えられるんだ。さっき気になったのが、ミートアップかな。パワーがなければもうミートに手数しかないですかね。パワーがあるんだ、逆に。今元はパワーアップです。中身カーとかはパワーが C でミート総力はないけど、とにかくパワーに徹した方がいいかもね。外野なんで肩とかもいいかもね。守備力を上げてもらおう。いや、守備力って外野そんなに重要視すべきじゃないよな。弾道で。これ、お、土のレベルってどうやって上げるんだ？今のアイテムは強化指南書しかないからな。練習を指示します。まあいいや、これでいきます。体力回復。テヘペロ聞きましょう。経験で確か能力がついたりするんじゃなかったっけ。引っ張りを推移する場合は選手のパワーが高いと大きな信頼度か、監督との。年齢3回までですね。ドンマイ1イニング2回までですね。タイブレーク、そうなんだ。あ、なるほどね。高校野球のコールドゲームはこうなってるんですね。コールド負けっていうのは大応援。じゃあ終わりです。爆発力、そうですね。3年はもう引退ですからね。あ、じゃあ勉強しましょう。これで練習試合があるってことですね。頑張るしかないですね。ん？お調子者の笹川にを注目選手にしときます。
山崎は調子悪いな。ちょっと酒井とこうしましょう。浜崎を7番に落としてみようか。3番、ちょっと待った、これ順位10番変えたいですね。やっぱり1番はミート高い選手だよな。浜崎を9、あえて9番に。なにわ大付属戦ですね。さあ来ましたね、ダイジェスト形式ですね。まあ打たせて取れ。赤フェアだ。まあまだ分からん。 OK、 追い込んだ。任せます。フェアなんだ。あかん、ちょっと恵まれないな。たまに2点取られてしまいました。なあ、ほな、エラーが。これはいかん。やっぱり警戒。ここは頑張りどころだからな。年齢はあえて1回ですが呼びます。うわ、なんだこれ、打たれてばっかりやん。1回の表から早くもやばいです。これなんで3なんだ。オッケー、ようやく。さあまたもノーアウト1塁です。打たせて取れ。なん、打たせて取れじゃダメなの。
なんか逆らわずにミートで打ってるから相手はちょっと面倒だな。オッケー、緩急重視。追い込んだ。あ、ゲッツーだ。ここのピンチ逃し、あれですね、またもピンチ。OK。ツーアウトだったか。ピンチ、うちやはピンチばっかりやん。ん？これは？やばい。ツーランホームラン決まってしまった。まあ、力不足だよな、どう見ても。重視。緩急重視が結構有効かもしれないよね。 OK、 抑えた。でも3点取られてんのか。なんかずっとうちの高校のピンチなんだが。お、あー、ダメか、アウト取れなかった。なんでノーアウトだよ。リーフ投げた。リーフピッチャー交代か。どうだだ。オッケー。あーっと、やらかした。緩急重視。お、二塁へ。あ、ゲッツーだ。ファイトだよ。ということで。ダメだ、届かない。まあ、お任せします。ファールか。ちょっと難しいとこだが、よく抑えました。お、初めてうちらのチャンスがやってきた。まあ、とにかく一塁かノーアウト。流し打ち。OK。いいよ。プレッシャー与えていこう。
一塁だけアウトは2点は返せるチャンスかもな。スクイズで1点返してもいいかもと言いつつ流し打ち OK。 よし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 、三塁ストップですね。1点返しました。スクイズやってみる。あ、これは一塁本塁は投げられないよね。1点返してみました。あ、流し打ちばっかりです。お、あ、ダメか。セカンド追いついたが、おっとエラーだ。さあチャンスです。これ4点差か。流し打ち一辺倒やけどな。あー正面だったか。でも2点返しました。天気悪いな。6月ってこともあるのか。そういえば緩急重視。あーダメだ。お、バックホーム。本塁をアウトにしました。これはナイス判断。打たせて止めじゃ絶対ダメだよな。セカンド。あ、そう。ワンアウトか。ゲッツーで点数を与えませんでした。チャンスだ。引っ張ってみよう。お、引っ張った。お、あー、ん？下がっただけか。藤原美希を、まあ、流し打ち。OK。 いいですね。プレッシャーを与えていきます。センター返しってなんだ。まあ、センターあればファイトだよということでセンター返し。おー、いいですね。自信になりますね。ま、満塁を。さあセンター返し積極的にやっていきましょう。あ、三振か。いや、センターに。オッケー、抜けた。いや、分からなくなってきましたよこれ。6対4、熱血。オッケー、1点差まで詰めた。しかもランナー2塁、ツーアウトだけど、ま、全然チャンスあります。ファイトだよ。センター返し。あー、ちょっとこれは、あ、やらかした。あが取れませんでした。しかし同点です。なんとまだ全然チャンスありますからね。ストライクを取れ。あー抜け合いたか。仕方ないですね。追い込んだ。お、三振、ナイスです。もう内角中心に。
どうでしょう。アウトカウントは増えた。さあこれを抑えに行くのが大事が、一塁別に空いてますからね。どうだ、肩オッケー。とにかく徹底センター返し。オッケー。先頭打者出ましたよ。さあこうリリーフ相手出してきましたね。ラッキーボーイ使っちゃいましょう。これは取られるか。ああ進塁できず。ああでも流し打ち対応できなさそう。オッケー、流し打ち。お、いいですね。満塁になった。スクイズという手もありますが、ここはあえてセンター返しで。ああ。熱血勝負。センター返しです。取れ、あ、ダメだ、正面だ。あ、試合終わったんだ。延長戦みたいななしなんだな。試合時間4時間。泥沼の成績だな。お、なんか能力がみんな上がって、ちょっとだけだけど上がってますね。スカウト評価も上がる。戦術ポイント、野球道具やアイテムの交換できます。じゃあ買いましょう。書いてない。システムでも野球買うのかな。練習確認は、練習確認っていうかスタミナ確認ですよね。アイテムどっかで購入できないのかな。マネージャーはどこに行くの。本だ。本だから学力上げていく必要があるってことか。これは練習試合の、じゃあまあ観戦させましょう。これなんだろう。あ、練習指示月頭じゃなくても練習指示変えられるんだ。あ、この辺やっぱりキャッチャー補給ですよね。笹川どうする。
変化球磨く、磨く第2、こんな感じやな。4だとマイナスになるな。腕立て腹筋、でスローイングにして、試験っていうのがあるんだ。腕立て伏せ、で疲れ取れるかは心配ないでしょう。ダッシュ、カッペ、練習効率を影響あるんだな試験。まあ やりましょう。お、いいね。学力結構大事かもしれないな。本読んだりできるってことは。スローイング。6月25日。そうだけど。そうだ、チーム情報だっけ。ここか、ここにオーダーが。でもその時になって変更するからな。サッカーがピッチャーだからしゃあない。ちょっと堺がな、セカンドどっちがいいん。でもセカンド代わりがいないからな。例えば松浦はまだまだだもんな。山崎が高口とそんな変わらない。3年だからな、ここなんだよな。さすがにまだ全体の数値考えたらこの辺に比べて上回る選手がいないから、そんなの分かんないし。抽選会が2で3か、4がダメ。素振り、これどっちがいいんだろう。まあ、参加しましょう。あ、なにわ大附属高校戦ですね。え、これって8チームしか出ないの ?7 番。片野原、摂津高校と、ぶつかります。
大阪府予選大会組み合わせ抽選会、まあ摂津高校もいいなんで組みしやすい相手とは言えますね。お、ルートは変わった。公式戦が早いな。素振りだ。大人の階段登る。さあ。今日はみんな変わらないな。ちょっと待った、スタミナを上げておこう。で、変化球を落ちる球を磨かせましょう。キャッチャーだからな、捕球アップだよな。まあなんせコンポは変わらない。ふかふかのたこ焼き。今ちょっと選手データ見て疲れを。じゃあ選手データじゃない、練習確認見て疲れはよし、ほとんどないな。みんな体力は満タンです。じゃあまあミートバッティングをやらせて、さあ初戦です。引き続き笹川を中心に行きましょう。摂津高校か、あっという間に夏来ましたね。1年目のオーダーを変えてみるか。ちょっと奥村と浜崎の出来が悪い、調子が。けどやっぱり強い選手ですからね。浜崎と入れてみる。中見川は4番に上げてもいいと思う。こんな感じかな。こんな感じでいきましょう。他の選手はどうかな。まだまだ力不足あるとしたら岩波かな。でも調子悪いからな、別にあえて勢いでとはならないよな。 OK です。では試合開始。予選1回戦頑張ってほしい。急に喜び、一球に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。
地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側片野、三塁側摂津。一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。ご覧のスターティングオーダー、さあ間もなく試合が始まります。さあ進んでいきます。1回表の守備、ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生岡村、マウンド上ピッチャーは笹川。スタートだからな。第9投げました、インロー、ボール。音楽なってんな。投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、3球目空振り、追い込んだ、ボール2ストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、空振り三振、ボール球で仕留めました。ナイスです。さあここで、ま、ノーアウト一塁ランナー出してしまった。オッケー。笹川、見事なピッチングです。第9ストライク。一球目空振りから第2球インコース低め、パーム外れても、なんかおかしくな。速球でいけ。投げた、見送ってオッケー、追い込んだ。第4球を投げた、打ちました。あー、素直に打たれた正面で助かった。あー、逆らわず打たれたな。まあ、二塁でストップさせたのは大きい。低め重視だな。え、これって守備って、臭いところ、決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、外角高め、追い込んだ、もう追い込んでいます。追い込んで投げました、打ちました。あー、逆らわず打たれたが抑えました。スリーアウトチェンジ、笹川ツーアウト1。そしてまたをピンチ、どんだけピンチ続くんだ。どうかな、一塁は、一塁はセーフですね。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9、真ん中決まってストライク。いや、投球これから2球目、振りかけたが、思ったように飛んでいった。あ、三塁で止まってくれた。あ、初球から、これはしゃあない。まあ無理しない方がいいよこれ。嫌だな。なんとかアウト。
さあ逆にチャンス、ノーアウト三塁一塁。センター返し、もう一個割れた、あかん、あとゲッツーになっちゃったや。同点には追いついたが、緩急重視。引っかかってくれるかな。第3球を投げました。ボール。第4球を、まあ緩急重視使えないな。第5球投げました。内角ボールが打った。これフェアだ。一塁だけか。まあ、とにかく臭いところ。第2球、まあ無理しなくていいよ。歩かせてもいいぐらいで。よしよし、低めに来てるのがいいよな。第4球を投げた。あ、ちょっと甘かったかな。これオッケー。さあ逆にチャンスを、ツーアウトながら三塁一塁のチャンスを得ました。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、バッターは3年生西浦。今日はセカンドゴロとショートゴロ。流し打ち、投げた、おー、立ててしまった。デッドボールか。地方大会の魔物。センター返し、あ、おっと落としてしまったが、ランナー進まない。魔物ってそういうことか。いい低いだが正面だった。あ、いや、ワンアウトじゃないから勝ち越した。落とした？あ、エラーなんだ。なるほどな。センター返し。投げました。見送ってストライク。第2球。ああ、もったいない。余裕があります。あっと落とした、落とした。ファール。第3球を投げました。助かったな。おっと。甲子園の魔物が。もう1点入りそう。いや、ちょっと三塁は、あ、セーフだ。いや、もうセンター返しですよ。あ、これゲッツーでも。オッケー。魔物がすごいな。止めちゃダメだな、これ魔物があるから。ファイトだよ。センター返し。OK。 ちょっとどうかな。三塁は回れん、ホームには入れない。とにかくセンター返し。あー、詰まったか。いや、抜けた、うまく抜けた。さらに、何、オッケー、止まらない。止まるんじゃねえぞ。センター返し。ツーアウトだからな、この点数は大きい。投げた。
お、崩れてんな。次は5球目。見送ってこれストライクか。第6球はランナー一斉にスタート。オッケー、これで塁が埋まりました。満塁のチャンスリバッター。いいですね、お祭り男。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。で、まあセンター返し、結局失点してセンター返し。まずは見送りました。第2球ボール、インローへ。第3球を投げました。3球目ストライク、バッター追い込まれました。次は4球目投げました。ボール、うーん、よく見たな。第5球投げました。完全に外れた。ボール、押し出しもあるってことか。臭い球な。あと落としたが、あっとダブルエラーだ。記録はピッチャーのエラー。ピッチャーのエラーです。ここまで2安打の池田。ファイトだよ。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。センター、徹底したセンター返し作戦でだよな。第2球投げた。ボール、外していってんな。ちょっと小川がやられてる。次が4球目投げた。4球目、あー、もったいない今のは。次が5球目打ちました。第6球を投げた。打った。ん、さあ7球目、空振り三振。あー、残念。すぐピンチがやってくる。大展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、バッターは2年生田中。今日はセカンドゴロとショートゴロ。笹がいいピッチングしてるよな。73球か。第3球を投げた。シュートはボール。第4球は打ちました。グラブ弾いた。オッケー、一塁は間に合わないか。いいよ。一つずつアウト取っていこう。逆らず打つのはちょっと怖いな。あー、抜けられた。広げてしまいました。第9投げました。初球シュートは空振り、タイミング合いません。第2球低めボール球打った。うわ、フェアだ。2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む。接通1点返しました。高橋タイムリー。片野直もピンチが続きます。これちょっと待った。ワンアウトランナー1塁3塁となりまして、伝令、ここで伝令を送りました。マウンドに選手たちが集まっています。第9投げました。見送ってストライク。投球これから2球目。もう考えずにストライク投げろ。第3球を投げました。パームはボール。第4球を投げた。打った、引っ張った。いやー、相手も同じような戦法を取ってくんな。まだワンアウトなんだよな。セカンド、ゲッツーだ。なんとか。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、バッターは2年生酒井。今日はここまで3打数1安打。ま、同じことだよ。結局センター返し。チェンジアップはボール。まずはインハイ。田中正人。第2球投げました。ボール高め。
ピッチャー変わったな。この件はオッケー。1点入る。いいよ。もうとにかくセンター返し。こいつ一塁が二塁へ。まあ、とにかくセンター返し。オッケー。二点目入るんじゃないの？あ、入らないか。十点目。あれこれ。ひょっとして。もうどんどん行こう。やまびこ打線。あ、ダメだ、正面だ。あ、うん、いや、エラーだ。よし、ラッキーボーイ発動。センター返し。面白いな、これ。当分、栄冠ライン1本でいくかもね。これは抜けた。とにかく徹底してセンター返し。OK、抜けた。どうだ？回らない。あ、コールド勝ちだ。初戦を飾ることができましたね。いやー、素晴らしい。これだか。まあ、とにかくアンダーアンダーアンダー、この連続だったからな。お、これで結構勝つと上がるんだよな。特にスタメンは上がりやすいのか。おっと、中身感が本当に期待ですね。さあ、これで公式戦1回戦を突破したんで、物はどこで買えるんだろう。
さあ疲労度はみんな疲れてないですね。いやモチベーションが高い。じゃあダッシュして、おやホームシーク、ロックマシーン、壊れちゃう。じゃあ疲れましょう。相手バッターミーター高くパーが低いなじゃん。何周中技術レベルが高くなる。うん。7周中は内角中心に攻めるべきってことか。まあでも結局何をやっても流し打ちかセンター返しよ。こういうふうに公式戦初勝利ってのが出るんですね。とりあえずノックマシーン交換券を、グランドレベルが4も上がるのか。さあこれ2、肩の力か。で疲れを取らせて、で次公式戦になるんで、今回はここまでにして、選手のちょっとデータを見てみますか。信頼度も結構上がってんな。まずエース笹川3年生ラストの年度ですからね。練習はスタミナアップです。本格派、右の本格派です。さあ一方2年生なんで急速アップで力をつけようとしてます。工藤は学力はちょっと心配ですね。頭を磨いてもらってます。頭がいい。まさき、上川、練習環境、疲労度はみんな疲れてない。ちょっと前田あたりはしんどいな。まあミートアップするしかないってとこですよね。ん？外野手か。こうなってんですね。力配分っていうのがあるんだ。ストレート、エッジシュートってなんだ？で、進化を持ってる。例えばこれがエースの笹川だと、
シンキングツーシームシューとパームボールを持ってんだ。しかし XF、 これはマイナス要因か。右投げ左打ち、意外性ってそうなんだ。というか総力。はい、ということで、笑いましょう。で、これで円環内に戻ってちゃんと月からでできるよな。着床と言われています。まあ反問できるもんな。はい、ということで、遊んでいきました。まあ、マイライフなんかも面白いですね。マイライフ、ペナントで監督、栄冠ナインで監督かな。やり、アクションゲームとか得意じゃないんで。パフェスってなんだろう。ということで、スイッチのゲームが新たに一つ加わりましたね。桃鉄とこのゲームと、あとまあ倉庫版もあるんだけどな。暑いな。データ引き継ぎってなんだ。なんかこの振るだけ投げるだけって。はい、ということで、初めての
パワープロ、パワープロ2020にプレイしていきました。そうだ、スケジュールとかいろいろあるんで、日程はめ込むのが大変だよな。ゲームがたくさんあるからな。ウィポもやっていかなきゃいけないし、A 列車、シティーズスカイライン、あと対抗立志伝とかファイプロもあるしね。ひとまず今回初めてやっていきました。まあ、栄冠ラインを中心にやっていこうと思いますので、ぜひ次回もお楽しみに。はい、ツイッチで配信を行いました。よろしければツイッチのアカウントフォロー、お願いいたします。 Please my account ツイッチアカウントフォロー Please、またですね、アーカイブは YouTube にて2日後、6月4日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ、アクセスしていただきまして、ご覧ください。 YouTube のチャンネルの登録、動画のいいねもぜひお願いいたします。 This live archive upload my YouTube channel 2 days after premiere live my YouTube channel チャンネル subscribed and good button please。 はい、そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。Twitter X my account please follow and repost and good button please。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。